はいどうも、組んでみたレビュー、長谷川のランチャーデルタ HF インテグラーレエボルツィオーネです。エボルツィオーネって言いにくいですね。こんな感じです。ですね、ボディに関しては、今回はですね、筋彫りのし直しはしませんでした。なんでかというと、あれだけね、ボディが薄いんで、そこでね、例えば、筋彫りのね、ツールとか使って彫り直そうとすると、ちょっと貫通しちゃいそうで怖かったんですよね。で、ラリーカーとかの、白成形のやつですね。あれは、ちょっとどうなるかはわかんないんですけど、これはね、ちょっとね、ほんと透けて見えるぐらいの薄さだったので、まあ、いけないことはないかもしれないですけど、自分にはちょっと、ようやり直す度胸がなかったのでやめました。例えばね、一回パテで埋めちゃって、そっから掘り直すとかっていうことができる方なら、そうやってやるといいかなと思いますが、自分はとてもそんな腕はないので、そこはしてません。なので、今回はもう墨入れは一切行いませんでした。多分ね、墨入れ塗料流したとしても流れ込まないところばっかりだと思うんですよね。どうしても、広くて浅いと、モールドっていうのは、墨入れ塗料流し込んでも、綺麗に流れ込まなかったりとかするので、今回はそこはしてません。でですね、よいしょ。説明書。キットレビューの段階でちょっとね、自分勘違いしちゃってて、あれだったんですけど、これ内装なんですけど、こうやってね、よくよく見たらここに書いてあるじゃないですか。この肘掛けというか、この、持ち手ですね。ドアを内側に引っ張るときに持つ手のところがですね、別体成形されてますので、この図だけ見るとちょっと見づらいか分かりづらいかもしれないですけど、結局ね、ここを、まあ、このグレー系の色で塗っちゃってから、この部分をつけるっていう風にできるので、そういうことを考えると、まあ、比較的まだ塗りやすいとは思います。あとですね、リアの足回り。これね、説明書を見ると、このストラットアッセンつけて、スタビつけて、で、ロアアームの部品つけてっていう風になってるんですけど、これね、ちょっとね、わかりづらいかもしれない。説明書の段階だとわかりづらいかもしれないですけど、このストラットアッセンのところの、下のところ、このロアアームの部分がね、つくところ、こう、差し込み式みたいになってるんですよね。なので、差し込み式になってるっていうことは、この順番で組むと、ロアアームつきません。なので、自分はもう先にロアアームつけてから、この差し込みをする。で、このスタビなんですけど、バリっていうかね、多分成形をもうちょっと綺麗にし直せばいけたと思うんですけど、ちょっとこう、なんつうのかな、押しピンみたいなところをちょっと削るぐらいしかしてなかったんですけど、今回は。それしようとすると、その状態でつけようとすると、ほぼ間違いなく、スタビ取れると思います。ロアアームに対して、車の上がこっちだと思ってくださいね。ロアアームに対してスタビがこうつくじゃないかなと思うんですけど、この説明書のやつだとちょっと見づらいんですけど、こうやってつけようとすると、ロアアームの部品の方が、こう上にちょっとなるようになるんですよ。なので、スタビがボディに対してこう平行じゃなくて、こう斜め上に向くようにつかないと、つけれないんですよね。で、これがね、どうしてもね、うまくいかなくて、ポロッポロしちゃいました。で、かつね、ちょっと、成形、一応ね、バリとか、なるべく綺麗に取ったつもりでいたんですけど、はみちゃいます、タイヤが。これ、まあちょっとガタがあるんでね、まあそんなには見えないかもしれないですけど、なのでね、この差し込みのところ、ロアーム側の、ここのね、出っ張りの辺をね、もうちょっとね、深く、こう、成形状態から削り込んでやってあげて、こう、ストラットアッセンが、こうつくように、っていうとちょっとわかりづらいかもしれないですけど、こうやってつくようにしてあげれば、中には入るかなと思うんですけど、そうするとね、ポジキャンになっちゃうんで、ストラットアッセンのこのボディというかシャーシのね、部品につくところ、ここ平らになってるんですけど、ここからすべて削り込んで、ここを削り込んでから、ここ、要はこのスラッター線をもっと内側にくっつくようにして、かつ、ここのね、こう、
こういう感じになってるんですよ。この凸っていう感じ、感じのね。あれ見なくなってるんで、この凸の出っ張ってるところのこの下側のここの部分。ここの部分をちょっと削り込んであげてからやってあげたらいいかなっていうことは思いました。次、ですね。リアスポイラー。これね、わかりづらいんですけど、はじめね、こう、リアスポに対してこう、リアスポに対してこうやってね、出てる、ここの部分だけ切り落とせばいいのかなと思ったんですけど、ここの部分だけ切り落としてあげて、やっても、どうも位置がしっくりこないと。で、説明書のね、この最後のね、マーキング及び塗装図。ここにですね、ある、このやつをよくよく見てみると、このね、ボディからここ出っ張りが出てるんですね、ここ。この出っ張りが出てて、で、ここのリアスポの部品なんですけど、ここのね、こう、この角度に合わせて、切ってあげればつくんですけど、それ気づかなくてね、最後にね、まぁ、ちょっと、塗装してから加工しようと思ってたんで、ちょっとね、タッチアップ、その見えるところ、ちょっとタッチアップとかしましたけど、なのでね、ぴったりここ着てないんですけど、ちょっとその辺がね、はぁ、みたいな。で、次、フロントグリル。この赤色の縁のところですね、このグリルの、このメッシュ部分からの、赤、シルバーっていう感じになるんですけど、この赤いところどうやって塗装しようかなって結構悩んだんですが、今回はですね、油性マジックを使いました。油性マジックの極細。ゼロハジのシーズン2かなの時にマジックのね、色付きのやつ揃えたやつがあったと思うんですけど、あれのね、油性マジックの赤を使いました。自分ね、この油性マジックで使うってっていうことにね、結構抵抗があったんですよ。そのゼロハジのだいぶ前ですよ。ゼロハジよりも前の時の話なんですけど、ただね、とあるね、本当のプロモデラーの方がね、油性マジック、極細のやつ、例えば細いラインとかを描こうとしても、普通に筆塗りでやっても、まず綺麗に塗れないから、油性マジック使ってますって話をされてて、それを聞いてからね、あ、油性マジックで使っていいんだってことを思うようになりまして。で、どうしてもね、こうやってシルバーの上から赤とかっていう油性マジックで塗ろうとすると、ちょっとメタリックっぽい感じになっちゃうんですが、でもね、これはこれで、まあ、そうやってもうガシガシ使ってこうって思うようになりまして、それ以来ね、ちょっとしたね、インパネとかのスイッチとかのね、黒いスイッチとかね、そういうところとかはもう、もう油性マジック使うようになってます。例えば黒の上に赤とかの油性マジック塗ってもまずまず綺麗に塗れないんですけど、そうじゃなくてこういうシルバーとか白の上とかだったら、まあ赤色だったら赤色、黄色だったら黄色、まあちょっと薄いですけどね、塗れないことはないですし、あとまあガンダムマーカーを使うっていう手もあったかもしれないんですけど、まあガンダムマーカーはね、その後完全乾く前に拭き取るとか、消しペンとかね、ああいうの使ってれば綺麗に拭き取れたりとかするんですけど、今回はもうちょっとガンダムマーカーではなくて、こっちを使いました。なとこですかね。多分そんなもんだったと思います。あと長谷川のね、カーモデル作る上でなんか気をつけた方がいい点ないですかって、ツイッターの方でね、聞かれたことがあったんですが、大体の経験上ですよ。経験上、長谷川のカーモデルは、このボディに対してギリッギリのところまで、このシャーシの部品がせり出してます。例えば、フェンダーがこういう風になってるとしたら、タイヤハウスの、この内側のね、シャーシの成形部分が、このギリッギリまでこうやって盛り上がってるというか、盛り上がってるっていう言い方はちょっとあれかもしれないですけど、そういう風になってたりとか、あとは、バンパーのね、このね、キワキワまでこう、入ってたりとかして、これをこう合体させるときに、シャーシとボディを合体させるときに結構ギリ、こう、思いっきりこう広げてあげたりとか、思いっきりっていうわけでもないですけど、まあできる限りこう広げてあげたりとかして、それでこう差し込むような感じになるんですよね。まあこの、ランチャーデルタもそうだったんですけど、でも自分はね、もうこれ無理だなって思ったときは、当てがってみたときにもう切り落としたりとかします。もうここはもう、もういいかなとかって言って切り落としちゃったりとかします。多分ね、なんでそういう風にしてるかっていうと、例えばこう、舵取りとかした時とかにね、これね、舵取りのね、部品もね、すごくね、
硬いんでね、怖いんですね。あの足回りの部品がすごく華奢なんですよね。こうやってね、舵取りとかでこうやってした時に、この隙間からね、あの室内とかが見えちゃったりするとこ防ぐためだとは思うんですけど、あのそういうことがあってこういうね、あのギリギリのラインにまで攻められてんじゃないかなということは思います。なのでね、基本的にね、長谷川のカーモデル組む時はもう自分はね、あのこうここのメーカーのやつだったら何回もね、こうつけて外してつけて外してとかつってこう微妙な位置合わせとかしたりとかするんですけど、自分はそれはね怖いのでしてません。あのそうやってやってるうちにね、ボディ割っちゃったりとか塗装が割れちゃったりとか、あと、つけてた部品がポロッと外れちゃったりする可能性もあるので、そういうことがあるので、あの、自分はね、もうそういうことは、なるべくしないように一発勝負でしてます。なのでね、こういうキャンバーじゃない、あの、リアのはみ台とかもね、こう組んでから、うわーってなってたりとかしたんですけど、なとこでしょうか。うん。そんな感じでした。なのでね、ちょっとね、癖があるなーっていうことは思いましたんで、まあ、その辺はね、皆さんちょっとずつ、いろいろとね、こういう経験してみると面白いんじゃないかなと思います。では次、コメント返しをさせてもらおうかなと思います。ですね、なぜこのペースで作ることができるか、朝から晩までひたすら手を動かしているからです。あの、あともう一つ、自分の中でもある程度こう3台ぐらいまとめて、こう制作とかしたりとかしてるんですね。で、そういうふうにすると、1回の塗料を、例えばエアブラシ使うようになってからだと、例えばシルバーのところとか、セミグロスブラックで塗るところとかっていうのは大体共通っていうか、まあ使うところって大体あるじゃないですか。それをまとめて塗るようにしてます。そういうことがあったりとかそういうことがしたりとか、あとはクリアを乾燥させてる間に別の作業をしたりとか、そういう風にしたりするようにして、まあなるべく自分の中で効率を測って、ペースを上げれるようにっていうことは考えてますけど、なんでかっていうと、基本的にはひたすら手を動かしているからです。次、リバティウォークの 35GTR、まあ、結構ね、ちょこちょこコメントいただいたりとかしているんですが、フェンダーはノーマルの、こう、切り落とさないでも作ることはできますかっていうコメントいただいてたんですが、ですね、多分無理だと思います。なぜかというと、あの車高にしようとすると、元のね、GTR のフェンダーにしておいて、で、かつ、貼り付けのフェンダーをしたとしても、貼り付けのフェンダーよりも、ノーマルのフェンダーっていうのは結構ね、下の方に飛び出すような感じになっちゃうんですね。だから、リバティウォークのフェンダーがここにあって、で、ここにボディの、ね、元々のフェンダーがあるとしたら、多分ね、こういう感じになると思うんですよ。なので、結局ね、切らないとタイヤがつかないと思います。で、フェンダーを貼り付けるだけならいけると思うんですけど、まあ、ちょっと実際に試してないので分かんないですよ。試してないのでは何とも言えないですけど、なので、結局ね、切らないとダメかなと思います。で、何を使って切りましたかっていう話なんですけど、自分はね、ニッパーと、デザインナイフを使いました。ニッパーの、いきなりね、刃をガシッと入れて、こう奥までねガシッと入れてブチッて切ると、もちろん間違いなくクラックでバキーンっていっちゃいます。なので先っちょのちょこっとの部分、このニッパーで対して言うなら、この先端のね 3-4mm ぐらいのところをチュッ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 てちょっとずつ動かしながら、こう開いてバチンじゃなくて、こうチュッ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 て見えてるかな、チュッチュッチュッてこう動かしながら、ちょっとずつちょっとずつ切って、切って広げて、このニッパーが入らないところは、デザインナイフ、ボディのこのフェンダーのラインがこうやってフェンダーアーチがあったとしたら、で、これデザインナイフの刃だと思ってください。デザインナイフの刃をこう入れるんじゃなくて、このフェンダーアーチに対してなるべく平行になるようにこうやって切ります。入れます。で、こうやって入れると、ささくれみたいなこのやつがちょこ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 ってこう広がって出てきます。こうなったら、この広がってる先端のここの部分、ちょこちょこちょこってなっているここの部分にデザインナイフでバスッと入れてあげます。そうすると、このクズになっているこの、なんつったらいいかな、扇子のね、扇子の骨を広げた感じって言ったらいいかな。ちょっとうまいこと説明できないんであれなんですけど、そんな感じになるので、そこだけパラ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 って落とすことができます。そうなったらまた次に、ニッパーでチュッ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 と切って、
で、そこからまたデザインナイフで、こう、シュッシュッシュッって入れて、バツンっていう感じでやってますんで、ちょっとね、手間はかかりますけど、ホットナイフを使うといいっていう話もありますし、プラッツっていうか、十和田技研っていうところから出てるヒートペンっていう道具があるんですけど、ヒートペン結構高いんですけど、を使ったりとか、あとはね、なんかで見たんだけどな、スチレンカッターだったかな。そういうのを使ってあげるっていう人もいますけど、まあ、道具がね、どうしてもちょっと高くなっちゃうので、そういうヒートペンなんかだと定価が7000円ぐらいしたんじゃなかったかな。で、その、スチレンカッターはね、そんなに高くなかったとは思うんですけど、プラムにはね、ちょっと使いにくいかもしれないですね。ちょっと何とも言えないですけど、自分の中で思い描いてるスチレンカッターっていうのが、糸の子みたいなね。弓タイプの糸の子みたいな、あんな感じのやつしか思い浮かべてないのであれなんですけど、あとは、ホットナイフも、出力が弱いと、切れませんので、で、出力の高いホットナイフって高いんですよ、結構。なので、その辺はね、まあ皆さんの、お財布状況とか、あとは、これならいけるかなとかっていうのをいろいろ考えてみながらね、やっていった方がいいんじゃないかなと思います。青島の 35R はボディが結構プラスチックが固めっちゃ固めなので、ニッパーをね、思いっきりガスって歯入れてバチってやったら間違いなくね、バシーンって割れちゃうと思うので、その辺はね、ちょっと調整しながらとか、あとは、ちょっと不安だったらね、いらないって言うとちょっとあれですけど、もう、前に作って、もうこれ失敗だったなとか、もうこれいらないかなとかってやつでね、ちょっと練習してみたりとかするといいんじゃないかなと思います。というわけでですね、今回、まぁ、ちょっとコメント返し長くなっちゃいましたけども、組んでみたレビューは、長谷川ランチャーデルタ HF インテグラーレエボルツヨーネ、紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。